はい、というわけで今日なんですけど、バトルパスのね、シーズン23が始まりましたね。まあこんな感じのまあシーズンなんですけど、なんだっけ今回。なんかブラックホールみたいな、なんかそんな感じだったよね。で、まあこのね、ちょっとバトルパスに関しては、ちょっとね、別の機会で開けていこうかなと思うんですけど、まあ、今回、まあ、とりあえずガチャやりましょう。ガチャがね、やっぱメインなので。まあ、こんな銃専門のね、あれもあったりしつつ、これあれか、色違いのやつ、ガチャで当たるやつか。まあいいや。ね、こちらを引いていこうと思うんですけども、今回はね、ご用意させていただいた金券は、だいたい1万円とちょろっと。1万5千円くらいですね。で、なぜかっていうと、ここにいっぱいね、バトルパスのチケットがね、眠っておるんですよね。648枚。これ全部やっちゃいましょう。で、これ全部で何枚だったのかな ?192 枚。80何連ぐらい引けんのかな ?81 連か。OK。もうそんだけあれ十分でしょ。で、あとは金券をちょろっと使ってね。行きましょうか。とりあえずね、欲しいのはもちろん渦巻きメカイノベーション。で、あとはですね、PC 版で出たこれがちょっと欲しいかなーって感じですね。そんなもんかな。あと銃か。銃器のこの CS は欲しいけど、まあ別になー、CS も別にそこはいらないから、まあいいや。もうとりあえず引くか。まあそんなバトルパスはね、毎回ね、当たるもんじゃないので、まあちょっと期待薄ね、引いていこうと思うんですけど、いきます。勲章から使いますね。はい。10連。勲章ガチャ当たらない説。まあ勲章だから言うてね。まあ無料でなんならもらってるぐらいの勲章なんで、別にそこまでね、なんか、10連10連へのね、思い入れはないというか、まあそんなところは若干ございますが、全く出る気配がない。大丈夫かな。ちょっと待って。PC 版の方で紙引きしたけど、こっち全然ダメなんだけど。あと50連と8回か。いや、ちょっと待て。もうちょっと、もう1回ぐらい金を開けてくんない？ちょっと待って。もう50連以上引いてないけど。大丈夫？いや、絶対出悪くなってるよな。ちょっと待って、これ。マジか。マジか。アップデ後すぐだとこんな感じになるとか、そういう説ある。いや、ちょっと待て。おい、ちょっと待って。いや、まずい。これさ、PC 版めっちゃ買い引きしたはずなんだけどな。もうな、うんつきたな、これ。ちょっと待って。ガチで何にも来ないんだけど。いてもオレンジ1枚。やばくないこれ。マジで勲章当たらない説濃厚。これやばいだろ、これ。病みすぎだろ、これマジで。ちょっと待って、これ。じゃあ、金券いくか。ちょっと、ドン引きなんですけど、ちょっと、捨て1年ね、捨て1年。ピンク色の靴。一番欲しかったな。いくか。350連で確定なんだ。そこまで引かねえな。あと残りは60連ぐらいですね。いやー、ちょっとね、これ欲しいんだよな。性能検証してみたいんだけども。まあでも、これね、屋根つかないんと思うんよね、多分。だから、そこまであれかなっていうところなんですけど、行きましょうか。はい。今からの、こうじゃない。もう、今からのこの50連はめちゃくちゃ重たい50連です。いきます。ポン。頼む！金チケだとなぜか出んだよな、これ。なんでか、これさ、そろそろさ、運営さん行った方がいいんじゃないですか。これ、どう見てもこれおかしいでしょ、これ。まあ、これ今ね、出たんでね、これでね、ちょっとなんだっけ、渦巻き、行きたいと思います。行きます。ポン。おお！こっちも出たんだけど。20連、こっちは。ニューロマンサー。ニューロマンサー出やすいの今日。そんなことないよね。マジ見に来たんだけど。さあ、PC 版に引き続き、ニューロマンサーをゲットいたしました。さあ、この、左が渦巻きだったらもうこれ、神オブ神。こんなこと初めてってやつ。いきます。ポン。パン。これは、もう、勝ち確っすよね、これ。これ一応この CS に関しては最終形態までしましょうか。これマジで買い引きでしょ、これ。あと40連かな？いきます。頼む！なんかこの手ってさ、PC 版の出方と一緒なんだけど。CS とニューロマンサー。やばくない？ちょっと普通に外れてるけど。いきます！ポン！頼む！お願い！ちょっと待って、あとだね。あと20連ですね。オッケー。お願い！もう1枚金枠頼む！きついなぁ。これラスト担ぎが。これで出なかったら僕はもう渦巻きはいりません。諦めます。いきます。ポン。来い！おお！ラストチャンス！さあ、奇跡の巻き返しがこっから来るのであろうか。さあ、この奇跡の巻き返しが、私こそ2回言うやつ。いきます。渦巻き来い！頼むておい！パン！まあ嬉しいんですけど、そっちかっていう。まあいいんじゃないですか。ちょっと、最終形態を投げちゃおうか。これはね、割と神引き。まあ、金地形にはならなかったですけどね。まあ、これ最終形態まで上げちゃいましょうか。もう一気に行きます。でーん、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 でーんと。もったいねえな。これ何枚使うの金地形。1、3、6枚行きましょう。ポン。はい、これ最終形態。いやー、なかなかいいですね。やっぱね、このね、新シーズンの、このバトルパスの金獣の、この最終形態を使うことによって、このモチベが上がると。あるです。よーし、じゃあちょっと、射撃場行って終わりましょうか。ニューロマンサーもちょっと乗りましょうか。これ PC 版、PC の操作下手すぎて、ニューロマンサーの性能全くわからないっていうね。これマクラーレンと比べてみようか。強いんじゃないかなと思うんだけど、どうだ？最高速は変わらない。これ強いぞ、普通に。加速は劣る。安定性劣る。方向転換はいい。劣るな。まあ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 、いいでしょう。まあ、とりあえずこれ乗って、重機を撃ってと。いや、最終形態ってやっぱいいよね。かっこいいわ。よし、じゃあちょっと一旦ね、乗りに行って終わりましょうか。まあ、先にちょっと車乗りましょうか。最高速見たいわ。さあ、クーペ。おい。まだ、この前乗ったからな、これ PC 版の方で。さあ。うん、かっこいいね。うん、なんかいまいち、クーペってこんなもんだったっけ、曲がり方。さあ、最高速を見ていくと。最高速はマクラーレンと変わんないはずだから、データ上ね。さあ、どうだ ?118 っすね。うん、強い。ガチ強い、これ。118だったら普通に使えるでしょ。あとはこのさ、車体の高さとか、幅とか厚みとか、まあそういうのが好きになってくるのかなとは思いますね。これ使おうかな、しばらく。オッケー。でもマクラーレンかっこいいからな。まあいいや、とりあえずね、CS ね、打ちましょうか。CS ちゃんはどこにある？いきまーす。バーン。あ、見づらい。ちょっと待って。見えねえわ。腰打ちで打ちましょう。さあ、もう一回ちょっと見てみましょうか。ターン。おー、こんな感じ。バーン、おい、いいね。バーン。どうなんだ？かっこいい？バーン。これでもスコープさ、覗くじゃん、狙撃って。そうするとさ、見えなくなんないこれ。バーン。おー、いいね。スコープ外しちゃうんだよな、でもこれな。バーン。いやー、これ撃破ボイスとどっちを選ぶかって感じになってきますよね。はい、まあそんな感じですね。まあ別に特殊な、あれはない感じで、撃破ボイスとか、エフェクトだけですね。最近流行りのエフェクトというか、メインのエフェクト。まあこんな感じで、シャキーン！かっこいいね。ボーン！俺に任しとけ、アルパパに任しとけ。文句があるなら、俺に言え。くだらないライブは僕から割って流しとけ。最高にクールな時間の始まり。 From the country ホログライステージも淡いライトで